2028年度の完成が予定されている徳島東環状線。現在工事が進む末広住吉高架橋に高校生が訪れ、現場見学と作業体験が行われました。参加したのは阿南光高校で土木建築を学ぶ2年生24人。まずは鋼力ボルトの締め付けを体験します。この接合方法は強度が非常に高いのが特徴。地上からも見える橋のこの点一つ一つが全てこのボルトで橋桁をつなぐ重要な役割を果たしています。生徒たちは職人の皆さんから器具の使い方やボルトの不具合のチェック方法などを丁寧に教わっていました。さらに塗装の種類やその厚みについて学んだ後は実際の工事現場へ。登った先は高さ12メートルほどの橋の上。まだコンクリートが流し込まれていない鉄筋の上を歩き、工事途中の様子を見学しました。この鋼力ボルトの締めるの体験だったり、この上に上がるのが普段はできんことができていい体験になりました。かっこいいなと思いました。この作業の途中 の, この工程を見たりとかできていい経験になりました。建築業に就きたいと思ってます。いつもの授業とは一味違ったリアルな体験ができたようです。